八代市沖ではツヤのあるアサリが水揚げされていました。八代漁協は今日25キロのアサリを取り、あさって以降熊本モデルとして県の認証を受けた協力店で販売する予定です。また販売されるアサリには出荷する漁協が各販売協力店に産地証明書を発行するなど、産地偽装を防ぐ取り組みが引き続き進められます。県産だというのは証明できているんですね。安心してやっぱり食べて、本当の本物の県産のアサリっていうのをやっぱり食べてもらいたいですね。八代漁協では5月中旬までに3トンの漁獲を予定しているということです。